はいどうも一般人です。というわけで、ね、今回はね突然の、樹齢600年のね桜のところにね、花見に来ました。というわけでね、今回はちょっとね突然のなんか県の特別天然記念物ということで、すごいでかい樹齢がねめっちゃある桜がね咲いてるというので、ね、来てみました。果たしてこれねめっちゃすごいでかいです。さすがね樹齢600年というだけあるね。というわけでね、ちょっとねパッと見ていきましょう。はい、これすごいですよね。このもう樹齢600年だから普通のね自分だけでは立ってられないってことで、こうね木で支えられてね、枝が折れないようにあれで固定されてね今の形を保ってるようです。まあ、通常だとねちょっとなかなかあれだね、これだけ横に長いとやっぱね折れちゃうんで、支柱でね支えられてます。すごいね、600年も桜って桜なんだね、桜もんなんだね。これね突然のね桜でございます。ちょっとねぐるっと見ていきましょう。すごいね、このちょっとねこっちから来ると逆光になっちゃうんですが、しゃあない、触れないように歩いていくのが、ね、ちょっと大変だけど、すごいめっちゃすごい、この雄大な景色がすごい。ちょっとね今回は茨城じゃなくて福島のね山釣り町というところに来てます。福島の山釣りだね、茨城と福島の間ぐらいだと思ったら福島でした。突然の桜ってことですね。福島のね指定天然記念物という樹齢600年の桜だそうです。すごいね、ちょっとね散り始まっちゃってます。江戸彼岸桜ってやつだね。なんと18メーターあるそうです。上がで幹の周囲がね 6.5 メーターだそうです。めっちゃ下の幹がねめっちゃでかい。はい、皆さんもねよかったら来年とか、まあ、今年もまだ間に合うかもしれないけど江戸彼岸桜来てみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。はいどうも一般人です。じゃあね一般人と118号線を行く旅2回目はね、月町の滝というところに来ました。じゃあ早速ね滝を見ていきましょう。こういう風にねなんつうんだ、見落とし八景とか書いてあるの、月町の滝というので、ちょっとねここを下っていくと滝があります。はい、こんな感じになってますね。はい、じゃあねここはね、月町の滝っていうところにね来てます。こんな感じだね、結構ねもみじ草とかいろいろあります。結構ねすごい滝がいっぱいなってますね。ちょっとね、裏に行けるようなんで、ちょっとね、裏に行っていきたいと思います。はい、このようにね、この滝の裏側にね、行けるみたいです。じゃあね、ちょっとね、行ってみましょう。これはね、滝の裏側に行きます。なんかマイナスイオンがね、めっちゃ出てて、心がね、現れるようです。あ、すごい。なんと、このような感じで、ね、木の、この上からね、水が降ってます。いつもね、当たれる。まあまあ、ビクビクに、ね。すごい。あ、濡れる。濡れます。めっちゃ濡れる。ちょっと待って、壊れた。あ、ちょっと待って。怒ったらやばい。ビチョビチョになって、ジムニーに乗れなくなっちゃう。いや、大丈夫だよ。いや、大丈夫。大丈夫ね。こっから裏から見るとこんな風になってます。向こうにはもみじ草がね、見えてます。すごい、マイナスイオンが半端ない。こっちも、こっちも。さらにマイナスイオンがね、すごい感じがします。はい、こんな感じで、なってます。ちょっとね、中から見えてます。見えてます。あ、すごい、半端ない。めっちゃ暗い。
カメラも見てるなんかあったね。じゃあね、ちょっとね、すげえ水が流れた。こんな感じだった。マイナスイオンが半端ない。なんかね、パワースポットになってるらしいです。こんな感じで木の裏からいろいろね、見ます。じゃあ、行ってみましょう。ちょっとね、せっかくなんで頭だけ洗っていきます。栄えてるね、ここはかなり栄えてます。この辺がね、結構一番栄えてるところじゃないですか、大門。このようにウェルシアなんかもあります。銀行もあるし、トヨタもあるね。結構ね、いろんな、この辺がね、一番あの穴場っていうか、スポットだ。これが株持ってた小僧寿司もありました。小僧寿司ご存知だけど、はい、奥久慈ツーリストとかね、いろいろあります。まあ結構ね、いろいろありますね。今桜の時期で結構ね、いろんな桜も見られます。今の時期だけね、このように通年に桜がいっぱい咲いてます。118だから、ね、118号を行ってたもん。消防署とかもある。結構いろんなあれがありますね。いろんなお店があります。はい、どうも一般人です。じゃあね、我々ね、今ねカープラザのところに来ました。結構ね、広いところがあります。公園みたいな感じ で向かにね、向こうに河原があって遊びます。あそこにはね、なんかヘリポートがこう止まれるんだね。一応ね、こんな感じで止まります。いっぱい車止まってる。これ裏の方です。どう写真撮ったか。いや、今だ。はい、どうも、一般です。今ね、カワプラザの、なんとね、こんにゃくラーメン。これ、食べに来てみました。中ね、普通のラーメンのように見えて、実はこんにゃくというね、特産品らしいです。あ、すげえ、めっちゃと、これ。こんにゃくだね、完全に。ちょっとね、味どんな感じなのかね、ちょっと食べてみましょう。果たしてどんな味なんでしょうか。はい、じゃあね、ちょっとね、このこんにゃくラーメン、ちょっとね、食べてみましょう。どんな味なんでしょうか。ちょっとね、この覚悟で、この覚悟で、ね、じゃあ、いただきます。ということで、どんな感じなんでしょうか。まずね、スープからいってみます。スープも、どんなスープの味だ。なんかね、あっさりしてるね。あっさりしてて、あっさりしてる。あっさりしてて美味しい。うん。塩ラーメンだね。味は。じゃあちょっとね、麺の方行ってみます。こんにゃくだね。果たしてどうなんでしょうか。麺は。うん、うん、あ、うん、うん、俺あの糸こんにゃくを想像してたけど違うね。うん、麺だね。麺、この麺の中にこんにゃくが練り込まれてるってやつだね。食べた感じは普通の麺な感じです。普
通の麺とあんまり変わらない。ただちょっとね、こんにゃくでジャリジャリしてる感じがします。歯応えがある。じゃあ次ね、ネギ、ネギいってみましょう。これも多分ね、そこで売ってて、ネギだね、完全にネギ、ネギの、あの白い部分のネギだね、完全にネギです。じゃあちょっとね、今度卵、卵いってみましょう。こういう感じになってます。あれかな、奥久慈卵かな、これもしかして違うかな、なんか奥久慈のような味がしますね。じゃあ次ね、チャーシューいってみましょう。チャーシューだね、美味しい、うまいチャーシューだ、これだったら多分カロリーもね低いんじゃないかと思うんですよね、こんにゃくだから。目つぶって食べれば、たまのラーメンに、多分ラーメンのような感じだけど、でもカロリー低いと思います。皆さんもよかったら、カワプラザね、北中央宮のカワプラザ来た時はこんにゃくラーメン食べてみてはいかがでしょうか。また会いましょう、バイバイ。ご視聴最後までありがとうございました。今更ですが、柚子の、ね、香りが美味しかったです。